八王子市民会館は東京都八王子市小安町のサザンスカイタワー八王子内にあるホール旧ホールは1962年に同市上野町に開館したが建物の老朽化により2011年3月に閉館し同年翌4月に現在地に新築移転した新ホールはサザンスカイタワー八王子の4階の8階にある収容人数は 最大2021名で、多摩地域最大級のホール。2021年3月までの10年間、オリンパスとのネーミングライツの設定により、オリンパスホール八王子となった。しかしオリンパスは2021年4月の契約更新をしない方針を示し、その後新たなネーミングライツ契約先として、JCOM 東京が選ばれ JCOM ホール八王子となることが発表された。 期間は2021年4月1日から2026年3月31日までの5年間、旧ホールは上野町32に存在していた。後年はボクシングやプロレスなどのスポーツイベント、各種コンサートをはじめ、成人式や八王子市内の都立高校入学式と卒業式が行われていた。旧市民会館は八王子市立中央高校跡地に建設されたが、 他の候補地として、大横町法事寺,寺を含む、大前寺地区と横山町、大鳥神社境内が検討されていた。ありがとうございます。